そんで、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、今回のご質問は、くつろぐさんからのご質問です。ありがとうございます。くつろいでる方？くつろいでる方、そう。くつろいでる、いいね。はい、なんか、まあ、僕らも基本で、もうなんか見てくつろぐ感じのゆるい動画やん。そうですね。うん、もうなんかこう、ゆみちゃんのほんわかした感じと、俺のほんわかした感じ。そう、くつろいでください。ぜひくつろいでください、僕ら、はい、僕ら見て、ね、はい。はい、では質問に入ります。はい、はい、すいません。シャフトの重量について、はい、3番ウッドは 1番ウッドドライバーと同じ重量、はいはい、5番ウッドはドライバーよりも 10g 重たいシャフトを進めていらっしゃいますが、あ、普段多分僕の動画見てくれてるけどね、うんうんうん、はい、で4番ウッドの場合はどちらがいいですか？なるほど、そうなるよね。そうなる、まあ、確かに近年その偶数番号 のウッドって少ないよね、まず、うんうん、だから1、3、5、7っていうのが基本やけど、確かに、まあ、2番ウッドってほとんどないけど、うんうん、4番って稀にあるよね。バフィってやつ？バフィかな、バフィクリークはバフィか、うん、で4番、ゼクションとか4番あるから、うんうんうん、ただこれすいません、もしくつろぐさん、くつろぎながら勘違いしてるとは申し訳ないんですけども、これ怒られんから大丈夫、すいません、だからそういうあの茶化してるわけではないです。要は長さです、僕が言ってるこれは結構勘違いされてる方がいらっしゃるんですけども、3番ウッドはドライバーと同重量、5番ウッドは 10g 上げましょうって言ってるんですけど、それは基本的にそう言った方が分かりやすいからそう言ってるだけで、僕が言ってるのは基本的にあくまでも長さベースです。だから5番ウッドでも近年すごい長い5番ウッドってあるんよね。例えば基本的に目安は 42.5 インチです。 42.5 インチで、ドライバーとスプーン、例えばじゃあスプーンでも極端に短い 42.5 インチとかのスプーンも、まあ以前ちょっとあったよね、それやったら 10g 上げても構わないと思うし、逆に5番ウッドでも43インチある5番ウッド結構最近あるんよね。だからそれやったら同重量やし、長さです、その何番っていう縛りを言ってるわけではないです。ただ一般論として3番ウッドっては43インチ、5番ウッドっていうのは 42.5 もしくは42インチが多いから、5番ウッドは 10g 上げましょうって言ってるだけなんで、何番ウッドっていう縛りを、まあ、本来は言ってるわけではない。ただなかなかその長さも分からんや、うんうん、これじゃ自分の何インチって言われてそこでちゃんと答える人も少ないんで、うんうん、まあそういう方がいいですよと。だから4番ウッドがまず長さが 42.5 インチより上なのか、まあ、上とか長いのか短いのかっていうのを一つ目安にしてもらったら、うん、っていう話なんですよ。だからすいません、よくこうユーティリティとか、まあ、他にアイアンとかもそうですけど、基本は重量フローっていうのは長さです。だからその何インチに対して何グラムっていうかある程度ありまして、まあ、僕らの計算っていうのは1インチ短くなるごとに10グラムずつ上げていきましょうって一応言ってるんですよね、うん、まあ、だから特にウッドの流れはだから、まあそういう風なイメージで、まあ、42.5 インチっていうのを僕は一つ目安にしてますね。だから、まあ、何番ウッドっていう考え方でちょっとお話するしてるわけでは本来ない、うん、半分分かった半分、半分ついてきたか、うん、俺に。じゃあ一つ質問、はいはいはい、と私のアイアンはアイアンなんですけど、うんうん、50の SR って書いてて、うんうんうん、50g 台ってこと？正解。それはどの長さの時に50っていうこと？これはまたなかなかいい質問ぶっこんでくるな。一般的にメーカーさんによってその表記も違うかって、要はカット前が50何グラムでカットしたらもしかしたら40グラムになるシャフトもあれば、60グラムぐらいで作っとってカットして50グラム台になるやつもある。だから なんとか数字書いてるやんけど、あれはだいたいそれだって50やって50グラムから59グラムまであるわけよね。だからそれってすごい難しくて、例えばその SR とか今度 S とか R とかでもやっぱ基本的に硬くなることにちょっと重くなるから、その結構幅を利かせとるよね。でも確かにメーカーさんによってカット前が50のものとカット後50のものがあるから、これはちゃんとカタログを見て、はい、うん、基本的にはカット前の数字を読みとかんとカット幅だと分からんから、うん、分かりました。ただそこにもちろんさ、ずっと夜交差もあるし、だからもう全体的にそれが合っとるかって、あんまりこうガチガチに考えすぎるのも良くないよね。
まあまあ、まあ大体それぐらいですよっていう目安だと思ってください。うん、もう一個質問。さっきの 10g 重いシャフトっていうのは、クラブ全体を 10g 重くさせるんじゃなくって、そのシャフトがさっきの50を60にするっていうこと？これもすごい、だいぶいい質問するようになってきたね。うん、あの基本的にじゃあよヘッドが変わったら、例えばじゃあ下の番手がすでに 10g 重い、まあ 10g というか、まあ、ただまあ基本的にあの重量はフロー、ヘッド重量も多分重くはなってないけど、うんうん、極端に下の番手のヘッドが重かったりしたらシャフトはその基本的には総重量、基本的には総重量、これはすごいあの難しい話になってくるから、うん、あの基本的にはでも総重量でもそこに今度グリップ重量とかもあるから、あんまりそこもガチガチで考えすぎたら難しい。だから今言うはあくまでも普通のヘッド重量フローやっていうのを前提にしとるから、まあこれすごい難しい質問になってくるけど、極端に軽いヘッドとか極端に重いヘッドとかっていうのを、例えば5番3番の次に5番があって、それが極端に軽かったり重かったりするとまた話が変わってくるよね。でもそういうのを入れちゃってると今度3と5のそもそもヘッド の, あの 打ち心地も変わってくるし、あ、まあ、できたら同じぐらいのフローがいいよね。なるほどね、だんだんグラデーションみたいに変えていった方が違和感を感じない。そういうこと、うん、なるほど、分かった。もうたけちゃんにお任せするのが一番だなって私は思った。何やったら今の質問は。はい、ありがとう。いろいろ複雑だなと思って。複雑、複雑、重さだけじゃなくて長さも関係してくる。長さの方がそうそうそう、ちょっとだけど本当に正解がないとここないよね。難しいよね。そうか、なるほど。私は7割8割ぐらい分かったかな。2割3割増えたね。うん、もう7割8割打てたらもうあれよ、あの首位出しよ、首位出しよ、首位出しよ。めっちゃ打っとるな、めっちゃ打っとるな。くつろぐさんどうでしょう、ご参考になりましたでしょうか。それではサンデータケちゃん、ゆみちゃん、また来週、バイバイ。くつろぐさんもこれどれぐらい分かってくれたかな。もう9割分かったら、ゆみちゃんこそ首位出しよ、首位出しよ。もう首位出しの取り合いや。チャンネル登録高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。Ha ha ha!